こんにちは、札幌占いビューチャイマラシのことです。ゆるぼくを切りたいと思います。他の人との差別化ができる、普通っぽいんだけど普通じゃない感じの僕をちょっと切りたいと思います。で、多分そのゆるぼくを作ると自然とそのデザインカラーっていうのが浮かんでくるというか、デザインカラーじゃないとおかしくなってくるんで、その自然な状態に合わせてデザインカラーをちょっとしていきたいなと思います。なので今回ちょっとバックの方をちょっと切っていこうかなと思います。モデルさんのちょっと生え癖が少しあるんですが、まあ、そこはうまくごまかしつつバックをちょっと上げたいと思います。はい、ではやっていきます。まず耳の、このイヤーとイヤーの、この位置と、お土産とこのお土産の位置と、あとこのイヤーとの位置の延長線上を線で結びましょう。このまま結びます。見えてますでしょうかね。こんな感じで結んで、ここをちょっと別で切った方が今回はいいかなと思うんで、まあ、こういう場合すぐ切る場合は、ブラントセニングっていうのがありまして、このヘアリーのブラントセニングでちょっとカットします。これがあると仕事が非常に簡単というか、ラインも出ますし、まあ、ちょっとうまくぼかすこともできるんで、使いやすいです。で、だいたいちょっとバックかなり上げるんで、この辺まで、ブラントセニングでラインを作っていきます。で、ちょっとぼかしながら切れるんで、非常に使いやすいと思います。はい、でブラントセニングでこのようにカットすると、はい、まあちょっとぼかしながらこうバックのラインが作れますね。ブラントカットではちょっと怖いなっていう時とか、ちょっと今これリフトしてます。若干、少しリフトしてちょっとセームレイヤーぐらいの感じに今横スラでエレベーションしてる状態です。それでちょっとカットしてます。はい、アンダーはちょっとこう短めにしてやった方がいいかなと。で、襟足なんですが、襟足は、コンをダウンにしながら、そのままパーセンテージが低いセニングで取っていきます。まあ、レザー取る方もいらっしゃるんですけども、コンをちょっと下げながら、逆刈り上げみたいな感じですかね。それでちょっと自然に取っていきます。はい、下に向けながらちょっとカットして、結構な大量です。結構な大量。はい、でちょっとこのまま、引き出して、でラインをですね、こう引き出して左右合ってるのかなっていうのをちょっと確認します。これで今、まあ、最初からこう切ってもいいんですけど、まあ、ちょっと今分かりやすく手でやりました。僕はいつも、こういうのでやればもう5分ぐらいでカットできるので、まあ、ちょっと今モデルさんは5分切らないですけど、このぐらいでちょっと切れば早いです。これでやれば全然簡単に切れます。で、この辺を下ろします。ブラントカットしちゃうとちょっと怖いと思うんで、ここもこちらのブラントセニングでちょっと同じように同様に切っていきたいと思います。で、指を R 状にさせながら中を、イングラでカットしていくんですけども、イングラでカットして、こっちはこう切るときはイングラをイメージしながら手を返していきます。今ちょっとドライなんで濡らすともっと雰囲気変わると思うんで、ちょっとライン、毛先のラインは後で作るんで、まずちょっとニュアンスを作るので、ペンシルシザーで、ちょっとそぎを入れていきます。この辺をちょっと今回はディスコネで残してバックをこう切る感じに、
軸骨からこう再度残るって感じにしていきたいんで、あとふわっとちょっとね寝癖みたいな感じにちょっとしたいので、ペンシルで優しくちょっと取っていきます。はい、ペンシルシザーっていうのはこういうやつで、先っちょがちょっと閉まってないやつなんですけど、これの切れ味が本当にスクラッチカットには最適なの で、スクラッチカットで、ちょっと毛量を見ながらカットしていきます。ただサイドがもうすでに結構軽いので、あんまり取らない方がいいかなっていう感じがするんですよね。ただ重いとこのゆるボブができないので、ちょっと軽めの方がいいです。このサイドの感じで、こっちも同様に、ペンシルシザーでスクラッチカットを入れていきます。でなぜスクラッチカットをこれをやってるかっていうと、スライドカットでもいいんですけど、スライドカットだとどうしても体の構成上角度がこっち側になっちゃうんですよね。ちょっと横から入る感じになってしまうんで、どうしても癖が強調されちゃったりとか、うまく癖毛を生かすことができないんですね。同じ方向からしか入れれないので、こっちからこういう方もいらっしゃるんですけど、その場合だとここにツイストが入っちゃうんで、実際左右対称の状態ではないんですよね。なんで、例えばこれだとどの方向からでもスクラッチを入れますので、このペンシルシザーでスクラッチやるのが一番最適だと思います。でこのような感じでスクラッチを入れて、今少しずつこうふわっていう感じをちょっと作っていくんですね。でバックは、ちょっとこれできる人なんですけど、反対に持って、そのまま、縦にですねやる方法もあるんですけど、このネープの重いところとかは少しこのペンシル使って、こうやってやれば早いですね。ネープのとこはやっぱりちょっとセニング使う必要があるんで、そこはセニングでやった方がいいかなと思うんですけど、バッグも結構軽いんで、あんまりそういうのは必要なさそうな感じですね。耳上もちょっと軽くしたいんで、サイドだけはあんまり取らないでください。このゆるボブが全部軽くしてしまうと全く意味がないので、このサイドの、もみ上げのところの重さはちょっと残しておいてほしいですね。それで、これだとバックが全く結構動きが悪いんで、今度はですね、最低限なんですけど、セニングで縦にですねちょっと間引いていきます。そうしないと毛がちょっと動いてくれないので、集めたのをパツってこう縦に、切るんですけど、オーバーが下ですね。そうすることによって毛が散るんですね。で逆に収まり悪くなっちゃうんですけど、それを狙うような感じで切ります。ちょっと縦で取って、オーバーが下の状態で、約 20% ぐらいのセニングで切っていきます。はい、これやりすぎるとちょっと穴開いてしまうんで、ちょっと気をつけてください。これで結構ですね、わざと跳ねさす、これがゆるボブのポイントですね。結構動きをこう出すような感じです。はい、ステムは、90度に近い状態なんですけど、ちょっとそれよりも低いぐらいで今入れます。ちょっとここネープが今、長いんで、ちょっと今調節してます。これはT2 セニングって言って、もう10倍以下なんであんまり取れないやつですね。それでちょっと今テープのちょっと様子ですね。で、ブラントカットはほとんどもう、引き出して切るっていうよりも、ニュアンスで毛先をちょっとこういう風に、これはショーバルターなんですけど、ショーバルターで毛先を引き出して、ちょっとところどころ重さを入れていくような感じで、サイドはあんまり変わらないでください。それぐらいでいいと思うんで、あまり展開図は気にしなくていいかなと思います。今回のパターンは毛先に来た毛をちょっとブラントカット入れて、今ちょっと毛先がパーマーがかかってると少し細くなってて、あんまり綺麗にラインが出ないんで、そこをペンして
ショーバルタンでちょっとラインを作ってる感じですかね。で、再度もみ上げの毛は切らないでください。で、そうすることによってふわってやった時に、髪の毛が結構そのラインとして出てくるので、で、R2 セニングっていうのがありまして、これ前髪切るのにめちゃくちゃいいんですけども、これで切るとすごい簡単なんですよね。例えば、あんまり前髪切りたくないなと思うんですけど、このまま、逆刃の状態でまあ使うんですが、このまま自然にやっていくと、普通にこうやってやってるだけで前髪が綺麗に揃うんですよ。で、適度に揃ってくれて、R2 で逆刃です。前髪が結構自然にできるんで、すごい楽です、これは。まあ、このようにですね、まあバラバラの感じにしたい場合は、ちょっと斜めに入れたりとか、本当にまっすぐ切りたい場合は、まっすぐ切れば、これでかなり綺麗に切れるんですね。まあ、今はちょっとあんまりパッツンだとちょっとあれだったので、少し斜めぐらいでチョップ入れてるんですけど、通常のシザーでチョップ入れるよりも全く手間がかかんないというか早いです。このまま自然に下ろしていただいて、もうコームも使わなくて全然大丈夫なんで、そのままこうやって入れるので、まあ大体これぐらいの感じで、まだちょっとね濡らしたいんで雰囲気はちょっと分かりづらいんですが、終わりです。で、この状態にカラーをちょっと入れていくんですけれども、はい、アッシュカラーが、スローの A10 と、ポイントでピンク入れるので、そのピンクが発色がいいのがコレストンのピンクなんで、コレストンのピンクを使います。で、コレストンのピンクにオキシ 0.5 ですね。オキシの量を若干減らしてます。で、染料をちょっと濃くしようと思ってオキシ 0.5 です。スローは普通通りですね。